はい、ゆかりんだよ。前回はトニーさんが破産して終わりましたね。あの後、救急車が来て病院に搬送されました。一応重傷でしたが、なんとか生きているようです。後でまた挨拶に行きましょう。落とし物もちゃんと回収しておかないとね。Beautiful. Just beautiful. Alright, just the guy I need to talk to. Alright, there's a car stuffed with a stiff at the cafe near Callahan Point. One of the Ferrellis thought he was a wise guy, so he got what he had coming to him. Take the corpse to the crusher in Harwood, alright? また、スクラップ場ですか。ここのスクラップ場は塗装屋のミニ繁盛しているようですね。さて、その死体が入っている車を回収しに行きますかね。そこのタクシーと交換ね。私が使ったタクシーだから、ヤフオクとかで売ったら、結構な値段で売れるよ。うおーおー、滑るー。この車、かなり滑りやすいね。扱いにくいよ。スピードもあまり出ないみたいだし、さっきのタクシーの方が良かったかも。ちょっと、急に飛び出してこないでくださいよ。車はすぐに止まれないんですから。ここが目的地のお店のようですね。この車は、もういらないので、そのあたりに捨てておきます。誰かが持って行ってくれるでしょう。ケチャップついてるやん。ちょっと後ろが汚れてますが、別に問題はないでしょう。うん。どうやら待ち伏せされてたようですね。ですが、その程度で私を止められるとでも。追いかけてくる車をすべて壊してもいいんですが、警察に追いかけられても面倒ですからね。このまま逃げ切りますよ。ぶつけてくる悪い車にはタクシーをプレゼント。うおー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 、結構どちらも必死みたいだね。私無関係ですから。私、車運んでくるように言われただけだから。トランクに入ってる人殺したりしてないから。やっべ、トランク開いちゃったよ。死体が飛んでいかないように注意して運転しないと。よかった、まだ死体落ちてなかった。接着剤とでも固定してあるのかな。はい、追いかけてきてた車がどっか行っちゃったの。まあいいや、事故はないようにスクラップ場まで安全運転で行こう。そういえば、もう今年も終わりですね。皆さんはどういう風に過ごしますか？家でダラダラしますか？コミケに行きますか？私は家でダラダラしますね。多分、この時期といえばコミケですもんね。私は一回しか行ったことがありませんが、人の多さに驚きました。はっきり言って、あれは戦場ですね。特に、一番印象に残ったのが、コミケ最終日から一日後の新幹線で帰るときに、あの、紙袋を持った人たちが、そこら中にいたのが衝撃を受けました。そう言ってる間にパトカー発見。イエーイ、警察見てる？おお、警察仕事しない。いつも通りだ。やば、さっきどこかに行ってた車が追いかけてきた。パトカーに突っ込んでやんの、ざまあ。はい、到着。悪い人間の死体はしまっちゃうね。1万ドルいただきました。やったね、ゆかりん。これでまた、新しい武器が買えるよ。さてと、前回爆散してしまったトニーさんのお見舞いにでも行きましょうかね。おっと、その前に、新車でも買いに行きましょう。ダイナミックニューテン、失敗。いい音でしょう。余裕の音だ。馬力が違いますよ。待って、ここで動かしちゃダメですよ。待って、止まれ！
いい買い物ができましたね。え、泥棒だって。違いますよ。さっき近くにいた高校生が、おい、やべえって、そこのカーショップ、100% オフだよ、行こうぜ。って言ってましたもん。この前はごめんね、ごめんね。So the laundry won't pay any protection, huh? The triads think they can mess with me? Let's teach these would-be tough guys what it means to be a tough guy. Teach them some respect. No son of mine gets up by some triads. Your father, God rest his soul, took no crap from those triads back in Sicily. I want you to destroy their laundry vans and mangle any triad gimp that gets in your way. Eight Ball can supply you with what you're gonna need.前回のことはあまり怒ってなさそうなので、よかったよかった。今回の仕事は移動しているトライアドのドラッグを破壊するミッションです。別に前みたいに暗殺も兼ねて爆破させるというのではなく、普通に壊してもいいとのこと。爆弾設置するのにもお金がかかりますからね。普通にぶっ壊していきましょう。あら、結構密集してますね。これなら街中を走り回らなくて済みそう。1台目発見。さて、どうやって壊そうかな。爆発物持ってないしな。ショットガンでいいかな。ああ、逃げ始めた。その距離はさすがに当たらないな。あとは、車から銃撃でいいかな。後ろに警察いたよ。邪魔するやつが処刑だ。弾が当たらないだと、こいつまさかニュータイプだとでも言うのか。こんなやつに構っていられるか。私は帰るぞ。あーもう警察邪魔だな。よし、残りは1台のみ。あちゃ、さっきの爆発で指名手配度が上がっちゃったか。さっさと終わらせてしまおう。にょおおお、信号に引っかかるよ。チワース、銃弾のお届け物です。よし、燃えた。緊急脱出だ。やった、2万ドルもらっちゃった。おっと、このパトカーと交換ね。ああ、警察の目の前だったか。まあ、このまま車を家までお持ち帰りするかな。そういえば前回からずっと公衆電話鳴ってるね。後で調べてみよう。This is El Burro of the Diablos. You are new in Liberty, but already you are gaining a reputation on the streets. There is a street race starting by the old school hall near the Callahan Bridge. Get yourself some wheels and first through all the checkpoints wins the prize. レースね。この車では少しパワー不足なんだよね。他の車持ってくるかな。心よくパトカーを譲ってくれました。もう他の選手が集まってるようですね。では私がカウントダウンをしましょう。あらら、燃えながらでも待っててくれるなんて、なんて心が広い方たちなんでしょうか。これは、正々堂々レースをしないといけませんね。ああ、早速チェックポイント取り逃がしてる。なんか一台ひっくり返ってましたね。これでライバルが減ったぜ。ふふ。
相手の車、かなり加速がいいですね。バトガーもそこそこの性能ですが、食いついていくので精一杯です。ですが、向こうの車にはない、インスペークがあります。それは、これだ。ほら、バトカー様のお通りが道を開けろ。いつの間にか1位になってるの。このままぶっちぎっちゃうよ。しまった。今の道を右だった。おっとごめんよ。目の前病院だからお医者さんに見てもらってね。ここら、当たりがレースの半分ぐらいかな。後ろから他のレーサーが追いかけてくる気配がないね。結構事故ってるわるんだ。ああ、後ろのドアがちゃんと閉まってないのだかね。おっとっと、危ない危ない。さすがに距離を離してるとはいえ横転するのはむずい。なんてやつだ、後ろから突っ込んできやがった。相手もゴールが近くなってきてるから必死だね。だけど私も1位を譲る気はないよ。このスピードなら確実に飛べる。いけ！ちょっと距離が短かったかな。まあ結果オーライですね。あとはこの道を行けばゴールです。気を抜かないように行きましょう。今のは飛び込んできたシーンが悪い。ゴール。やったー、1万ドルいただきました。結構熱いレースでしたね。さて、そろそろ家に帰るとしますか。ご視聴ありがとうございました。